昨日の夜僕、えらい目に遭いまして、夜ね、今ちょっとこう、花粉のシーズンなんで、こう、肌がちょっといろいろこう乾燥するんですよね。僕もともと肌別にそう強い方でもないんで、こうちょっと肌がカサカサしてこう、かゆうなるもんで、こう、お風呂上がりに、いろいろこう、クリーム塗ったりするんだけど、はい、ほいで、昨日ね、お風呂上がりにちょっとクリーム塗るの忘れてて、ほいで、ああ、もうそろそろ寝なきゃと思って、あ、そういえば俺クリーム塗ってねえじゃん、と。で、これでクリームを用意しました、はい。で、それと別にもう一個、いつも持ち歩いてるペパーミントのオイルがあるのね。すごくこう、純度の高いオイルで、それをこう、ちょっとこう、つけたりすると、こう、スーッとしたりして、もう、鼻の周りなんかつけたらもう、スースーして偉いことになるんだけど、すっごい純度の高いオイルなんで、要は、ちょっとこう、肌乾燥してかゆいな、みたいな時に、クリームとこのオイルをちょっと混ぜて、こう塗ってあげるとね、スーッとして、これでこう、鎮痛作用になったりとか、ちょっとこうね、肌の乾燥が収まったりっていうのがあるもんで、それもちょっとそうだ、いつも持ち歩いてると混ぜなきゃと思って、自分のカバンから左手で取り出して、なんとなく右手に持ち替えてそのオイルをテーブルの上に置き、で、クリームを塗ろうと思った時に、あ、そうだ、もう今ちょっと花粉で、目もちょっともうコンタクトなんだけど、普段。コンタクトで夜になるとね、花粉のシーズン、さすがにちょっと霞んでくるの。花粉が付着して。なもんで、ちょっともうそれも先に取って、メガネでやろうと思って、夜はメガネのもんだから、はい、ほいでそのクリームとオイルを用意して、ちょっとコンタクト先外そうと思って、何また横着してね、両目同時に取ってやろうと思って、よいしょって取るの、いつも。慣れてくから。別に片目でずつ取らなくても、よいしょって取れるんだけど、よいしょって取った瞬間に、要はさっき、カバンの中からペパーミントオイルを取り出した時に、オイルがちょっとだけ外側に漏れてたらしくて、で、それが両手の指についた状態でコンタクトを触ったもんだから、もう目の中がスーパーハイパーサンダーペパーミント状態になってしまって、はぁーなって、もうすごいことになって、もうね、完全に目を、開けられない状態になってたの。もう両目に吹雪が吹いてる感じ。はぁーだって、もう天空の城ラピュタのムスカ状態ですよ。目がーみたいになって。でももううち家族みんな寝てるから、一人でもう何、ダイニングでジタバタしてて、こらあかんと思って。で、ちょっとでも目を開けると、もう空気が入ってきて余計スースーするもんだから、これもう目つぶっとかなあかんと思って、もうスー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 して、涙もブーブー出てくるし、で、しゃあないまで、その状態で、まあいいやと。ほんで、もう何、もうクリーム塗るように、実はもうパンツ一丁になってたのね。はい、うん、だもんで、もう何、塗らなしゃあないもんで、もうなずっとそんなしてたら風邪ひくし、もうしゃあないまでこう、手元の、もうクリームどこやと思って、クリームのこの何、クリームを取ろうと思っても、指にどんぐらいついてるか分かんないわけ。でもついてんのかこれと思って。ほんでこう手のひらに塗って、オイル、オイル、オイルと思って。オイルもさ、普段だったらこうピッて一滴取るだけなんだけど、一滴手についたのかこれみたいな感じで。ほいでこうね、ちょっと乾燥してるところにこう塗りながら、ほいでこう塗って、ちょっとスーッとして、もうで、オイル塗るから余計スッスッするじゃないですか。スッスッって、これ、もう、早服着ねえと思っても、俺服どこ置いたっけ服と思って。この辺の椅子にかけたような気がするけどと思って、で、こう持っても、ズボンがね、まずこう寝巻きのズボンが、これ前なのかな後ろなのかなみたいな。前と後ろが分かりにくい形だもんで、合ってんのかなこれと思いながら来て。で、あ、そうだ、トレーナー、ね、寝巻きのトレーナーがあるもんで、寝巻きのトレーナーどこやトレーナーと思って。で、こう、触りながら、多分これで、またね、寝巻きのトレーナーも、後ろのタグとかがついてないやつだね。そう、多分、こう、前なの後ろなの触っても全然わかんねえなと思いながら、間違ってたら着直せばいいやぐらいで、こう来て、ほんで、なんとか服着終わって、ほいでもう、目が絶対開けれないもんね。これちょっとトイレ行こうと思って、もう寝る前に。寝る前トイレ行こうと思って、もう、こう何、机とかこう触りながら、なんとかこうトイレの方行って、ほいでこう、電気だけはパッとつけて、ね、電気の明かりだけは感じるんだけど、なんかいつもよりもすごくこう、何あれどうやってこんな位置だったっけとか、ほいでこうドア開けて、ほんでもう何立ってするわけにいかんから、見えないからさ、もう座ってするわけだけど、寝る前のおしっこも。ほいでこう、なんとかし終わって、あれどうやってこんなとこにノブあったんだとか、こう開いた後も、こんなとこに段差あったんだとかさ、ほいでその後も、いや、痛いね、もう寝なあかんと思って、そういえば俺、
携帯どこ置いたんだろうと思って。で、携帯でいつも目覚ましかけるんで、携帯をさっきソファーのとこに置いたのか、ダイニングのとこに置いたのか、はたまたクリームのとこに置いたのか、さっぱり覚えがなくて、で、どこやと思いながら、携帯と思って、こういう机の上なかったもんで、ソファーの上とかもこうやって見に行って、で、そろそろ目いいかなと思って、目ちょっと開けたんだけど、相変わらずヒャーって、あ、まだあかんと思いながら、こういう、携帯が全然見つからなくて、目が見えたら、あっという間に見つかるはずの携帯が、こんなに見つけるの大変なんだと思って。で、さっきのね、クリームのあたりに置いてあったの。あ、俺こんなとこに置いたんだと思って。ほいでポケットに入れて、じゃあもうしゃあない。もう寝に行こうと思って。で、うちね、こう和室で、もう家族5人で、もううち息子たちがもうくっそ寝相が悪いので、で、ね、三男の授乳もまだやってるから、結局今ね、5人で和室で、お布団で寝てるの。もう布団全部敷き詰めて。ほいで和室の方にこうやって入るんだけど、今度要は何？普段でさえね、うちの子供たちってすっごい寝相悪いもんで、もうみんなこう、こちらかって寝てるわけ。で、普段コンタクトなんか外して、メガネかけてなかったりすると、もう息子たちを踏まないようにこうやって布団まで行くのが大変なんだけど、昨日は完全にこうやって目を閉じた状態だから、うわ、これちょっと息子踏んだらむっちゃ危ないやんと思いながら、こう、すり足ね、これ布団だよなと思って。ほいでこうちょっと当たったら、あ、これ長男だなと思って。ほいでこうなんかね、ガンって蹴って起こしてもかわいそうだし、起こさんようにこう、そーっと、これ、布団だよな。これ、あ、これ、次男の手なんだ、みたいな感じで。ほんで、こうやってこう、寝て、なんとか長男と次男をかわして、ほいで自分の布団があるもんだから、自分の布団が、あ、オッケー、ここ俺の布団だと思って、行こうとしたら油断して、三男がコロコロ転がってね、この辺にいたらしくて、ちょっと頭コンってやっちゃって、ええー、とかで、うわあ、三男がいたと思いながら、ごめんって言いながら、もうね、なんとか布団に入ろうとして、あ、そういえば俺、目覚ましだけかけないかんけど、この状況で目覚ましどうやってかけるんだろうと思って、またちょっと目開いてみたら、またスーッとして、痛いと思って、とても目開けられたもんじゃないと思って、ほんで、とりあえず充電しようと思って、いつも充電器のね、コンセントがあるもんだから、充電しようと思っても今度はね、携帯の、もう全然刺さないわけ。どこや？穴どこやと思いながら、俺携帯反対かと思って、まだ刺さんねえしと思って、ほいでなんとか刺さって、もうでも、目覚ましだけはかけなしゃあないもんで、もう目キンキンになりながら、真っ暗闇の中でライトでキャーってなんとか目覚ましてガガガって、あ、寝ようと思って寝たんですけど、要はね、目が見えない人って、毎日この状態なんだろうなと、ほんとしみじみ思ったのね。要はこのユニバーのワークとかでも、ね、ちょっと目が見えない方の立場に立ってみようみたいなワークも、これまで何回もやってきたし、ね、みんなでこう外に出て、目をつぶった状態でガイドに従って歩いてみようとか、で、ここでも次元爆弾ワークって言ってね、みんなでこの、先月やったんだっけな、本当に目が見えない人をガイドする、その役目に立ってみようとかね。いや、生徒さんに散々そういうこともワークでやっていただいてるんだけど、いざそうやって自分がたかだか10分弱くらいね、目が全く見えなくなっただけで、見えないというかね、目を開けられない状態になっただけで、こうも不便なもんかと。やっぱりね、改めて、どれだけ相手の立場に立ててるかって、本当簡単なことじゃないんだなと思ったんですね。口では僕もね、生徒さんに何十回って同じことも伝えるし、相手の立場に立とうねっていうことを伝えてるし、気をつけているつもりだったんでね、今日だってこうね、もう埼玉からこう来てくれた、本当にこう長ちゃんのために何が伝えれるかとか、そういうこともいっぱい考えながら今日ここに来たので、本当にいつもそういうことを意識してるつもりなんだけど、いざ自分がそうなってみると、まだまだだなぁとも思ったんだよね。やっぱり、相手の立場に立つって、しみじみ、口で言うほど簡単なことじゃないし、ね、うちで言うと3人息子がいますけども、3人の息子の立場に、どれだけ立ててるだろう。うん、例えば、三男とかね、こう僕が家に帰ると、だーって迎えに来てくれて、だーとか言って出迎えてくれるんだけど、三男まだ身長こんなんだから、垂直90度ぐらい見上げてるもんね、父ちゃん。うん。そうだ、とてつもなくでかいわけですよ。もう、鉄人28号かっちゅうぐらいが古い、そう、エヴァンゲリオンかっちゅうぐらい。でかいわけだよね。なので、こう、できるだけこう目線下げて、同じ目線に立って話をするのか、
ね、こう、長男も次男もまとわりついてきて、父ちゃん今日ね、あのね、とか言って、いろいろこう話してるけど、うんうんって言いながら、カバンとかね、こう片付けながらそうだったんだって言いながらこう、するんだけど、やっぱり長男次男も思いっきりこうやって見上げながら喋ってるから、その時に、ああ、いかんいかんと思って、目線こう合わせてね、うん、座って話聞いたりもするんだけど、やっぱりね、特に僕なんか背高いから、目線を合わせるっていうだけでも、すぐ忘れがちになるし、うん、やっぱね、で、この、例えば、うちの妻にさ、その、ごめん、遅刻ちょっとエアコンの風の向きちょっと、こう、変えてもらっていい？って言ったら、なんかうちの嫁が、あ、とか言って、それ、あ、どうしようとか言ってやってて、どうしたのかなと思ったら、わざわざ台を持ってきて、変えなきゃいけないもんで、うん、あ、そっかと思って、俺だったらピッて帰れるんだけど、その、わざわざ台を持ってこなきゃいけない。ああ、ごめんごめん、そういうのは届かないんだよな、それって言いながら、本当にいつも一緒にいるはずの、うちの嫁、ね、150ぐらいなんで、身長がもう30センチぐらい違うんだけど、そうか、その立場にすら、全く日頃忘れてたりするんだよな、と。だからね、本当にこう、コーチカウンセリングするときも、どれだけクライアントさんの立場に立てるか。ね、本当にこう上司として、あるいは店長さんとして、従業員の立場にどれだけ立てるかとか、もっと言うとやっぱり、お客さんの立場にね、どうやったら一番楽しく過ごしてもらえるだろうとか、うん、そういうことをいつも考える。つね、僕らで言うと、この中にやっぱりこう、いろんなもんがね、こう、知識も技術も詰まってたりするので、だから生徒さんのために、いろんなことを伝えたいって言って、つい自分側で考えちゃう、矢印自分で考えちゃうことって、絶対あるよなと思ったんですね。うん、僕が教えたい。僕が伝えたいみたいな。要は、こんなのもこんなのもあるから、なんかみんなにたくさん持ってってもらおうと思って、プレゼントの気持ちではいるんだけど、じゃあ果たして自分が本当に生徒さんが必要としているもの、これをちょっと使いこなせて、本当にこう人生が豊かになってもらえるだけの、どれだけのものをちゃんとお渡しできてるかなとか、いろんなこと考えたんですね。うん、しみじみね。うん、毎日そこは、自分の中でやっぱりマインドセットしながらね、相手の立場にいつも立ててるかどうかを、僕自身も気をつけたいなって、本当に思ったんですね。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。